待たせたな、ヒロタカ。行こうか、戦場へ。アニメ、BL 大好き、隠れ婦女子と常にゲーム、重度のゲーオタ、オタクの恋が始まる。じゃあ俺でいいじゃん。来月のコミケで俺も売り子として同伴可能です。採用。え、知らない？俺アニメはジャンル外だし。3分くらいで挑発の総意の効果もなくなるから時間にもちょいね。メガネ男子が、いやー、カップだったー。これはドチャスコですわ。エモかった。でも年齢的にちょっときついな。地雷だったー。我々は朝から晩までデートをするわけだが、そこでのオタク会話は一切禁止とする。な、普通の女の子の方がいいんじゃないかな。彼女に趣味があるなら、その趣味ごと彼女を愛してやるくらいの度量はないわけ。好きだなんて言うんじゃなかった。いや、言われてねえな。言ってねえな。これは愛すべきオタクたちの悲哀と歓喜のララランド。恋心はまさに諸行無常だなと思ったわ。ごめん、何？パラダイスでしょ。オタクに恋は難しい。バーボンのロックお願いします。それはあれですか、例の黒ずくめのコードネームが違います。